皆さんはなぜ空が青く見えて、また夕方や朝は空が赤くなるのかご存知ですか？この太陽の光には様々な色が含まれているんですが、この様々な色には波長が短い青色から波長が長い赤色までが含まれています。この波長が短い青色というのは産卵がしやすいんです。まず昼間の太陽の位置を見てみると、観測点から太陽の位置は比較的短い傾向にあります。このため産卵がされやすい波長の短い青色が各地に産卵されて空が青く見られるんです。そして夕方になると太陽の位置が低くなってきますよね。このため観測点から太陽にかけての距離が長くなるんです。こうしますと波長が短い青色は早い段階で産卵されます。そして最後まで残ったのが赤やオレンジなどの波長が長い色になるんです。このため夕方や朝はこういった太陽の位置が低い時間帯ほど赤色やオレンジ色の空になるということなんです。こちら見ていくと、オレンジ色の夕焼け、どのようにできていくかというと、太陽の光が塵や酸素や窒素、そして水蒸気に散乱されて残った色がオレンジ色や赤色という時にこういった空になっていきます。またさらに太陽の位置が低くなっていくと真っ赤な夕焼けになったり、そして水蒸気が多い時間帯はこういった赤色の夕焼けができやすいんです。そして太陽が沈んだ後はピンク色の空になったり、また天気が崩れる前の段階ですとこういったピンク色の夕焼けが見ることもできます。では順を追って空の様子見ていきましょう。まずは日の入り前の様子です。こちら日の入り前の時間帯に高い雲に隠れるようにして太陽が沈んでいくと、太陽の光が上に散乱されて薄明光線が見られることもあるんです。また山頂に太陽が沈んでいくときには、はい、こちらは富士山なんですが、ダイヤモンド富士が見られることもあります。そして太陽が地平線に沈んでいって日の入りです。そこからおよそ数十分間ほどが最も綺麗に空が焼けるということで、これが魔法のように綺麗な空ということからマジックアワーと言われています。そして太陽がさらに沈んでいくと、どんどん青色の空も優勢になってきて綺麗なグラデーションになっていくんです。そしてこの時太陽とは反対の方角を見ると、地球の影のすぐ上がピンク色になるヴィーナスベルトを見ることもできます。雲の状態によっても夕焼けの色は変わったりするので、ぜひ皆さん空を見上げてみてはいかがでしょうか。